はい、毎度斉畑です。で、本日あれからまた1週間経ちまして、まあ、順調にジャガイモは育っております。で、これね、先日上げさせてもらった動画なんですけれども、ウネマの雑草が害虫の原因だということをね、百姓農園さんの方でウネマにありと、オーガニック栽培の極意はウネマにありという形で教えていただいて、で実際今こうやって実践してるんですけれども、実際ここのね、ウネなんですけれども、マルチを剥がしてます。まあ、剥がしてるというか、まあ剥がれたんですけど、はい。で、これよく見てもらうと分かるんですけどね、ちょっとちらっと映ってますけども、はい、はい、これね、ちょっと今この雑草を描いてるんで、もうここにはないんですけど、このね、はい、いろんな雑草がここに生えてました。はい、こういう感じでね、雑草にまみれているところはこういうね、風にちょっとね、病気になってます。上に関してはこういう感じでね、はい、全然問題ないんですけども、やっぱりこうやってね、風通しが悪い雑草のところになってくると、はい、こうなります。でもね、同じ隣の畝なんですけれども、こちらマルチをしてますので雑草がありません。はい、こちらに関してはね、はい、この通りほとんど病気になってないです。はい、こんな感じでね、多少ねちょっと黄色くなってるのもありますけど、何枚かほとんどなってないですよね。はい、雑草もこんな、これつゆ草ね、これも食べれるらしいですけど、はい、こんな感じで、はい、やはりね、マルチをしてこのウネマを管理するということでね、まあこれもね、ウネマのこの防草シートだけでもしてるので、まだこれでマシなんですけれども、これをね、してないとまだ虫につき荒れやすいというところがあります。で、今日ですね、二重や星テントはもうないんですけど、これね、はい、二星テントですね、これ四つ星テントとかね、このテントウムシの星の数の小さいやつは基本肉食です。七星テントウとかね、二星テントウとか四つ星テントウみたいなやつっていうのは全部肉食なので、大体、まあ人にとっては益虫になりますね。肉食ということは様々な虫を食べに来ているものになりますので、基本的には益虫です。はい、で、星がたくさんあるやつですね、ああいうやつは基本草食なので、まあ害虫と言われるやつですね、二重や星テントウとかね、そういうのが有名ですけれども、今日はね、ちょっと二重や星テントウっていうのはないです。いないですね。はい、うち基本的に虫が少ないんでね、こんな感じです。はい、で、これあ、もう枯れちゃったかな、これ花ですね。はい、こちらがヘイクイーンとね、あ、もう閉じちゃったな、花朝咲いてたんやけどな、閉じちゃったな、うん、花の説明はまたにしようかね。花が違うんですね、これ。これシャドークイーンです。はい、シャドークイーンもね、この3つ向こうにあるこの辺のやつがね、とろけてます。ここの1つとこれと向こうのやつね、とろけてたんで今日出したんですけど、まあ多分復活するでしょうね。こっちのやつは後で巻いたんで、はい、まあ後で取るやつですかね。はい、まあ、また一月ほど頑張ってもらったらなと思います。はい、まあ、じゃがいもに関してはね、以上です。いつもご視聴ありがとうございます。またね、ここ見たいなとか、こういったことでね、こういったところが見たいなとかありましたら、コメントとかに入れといていただければ、次の撮影に、それを撮影させていただきますんで、はい、またよかったら入れておいてください。いつもありがとうございます。